マイヒメはサンライズが中心となって展開しているテレビアニメ、漫画、ラジオ番組、ドラマ CD などからなるメディアミックス作品である。私立風科学園を舞台に生徒たちの友情と恋愛、戦いを描く。コミックス版は単行本前後巻。奨学金を得て風花学園に転入することになった時は舞は弟の馬会と共にフェリーで 風花学園に向かう途中、漂流していた、ビブクロ命を助けたことが縁で、盾の雄一、胸方志穂とも知り合う。楽しい船旅は、やがて、急が夏希の襲撃で終わりを告げる。夏希の目的は、ビブクロ命だったが、場に居合わせたにぬは、姫としての能力が発現し、夏希の攻撃を防御してしまう。舞犬の覚醒を目の当たりにした夏希は、 マイギヌに学園に来ないよう忠告する。マイギヌは、夏木の忠告の意味を理解できないまま、学園生活を満喫していたが、弟の馬海がオーという謎の生物に襲われているのを見て、姫の能力で倒そうとしたとき、そこに現れた炎が、姫の守り神であるチャイルドを召喚するよう進める。馬海を守るために、チャイルドを召喚したマイギヌに対して、なぎは、 チャイルドを持つならば、自分の大切なものをかけると意味深なセリフをつぶやく。一方、夏希はマイディヌに、風花学園に、姫が集められていること、そのことに一番地と呼ばれる、国家機関が暗躍していることを教える。姫の中には、突然目覚めた自分の能力に戸惑う者もいた。その一人、日暮しあかねは、恋人の倉内和也に、自分の秘密を打ち明け、倉内は、 笑顔で、その秘密を受け入れる。しかし、突然の親友、グリーアの攻撃によって、赤根のチャイルドは倒され、クラウチは消滅してしまう。ナギが言った、自分にとって一番大切なものというのは、自分にとって一番大切な人という意味だったのである。親友を要するシアーズ財団は、アリッサシアーズを人工の姫に仕立て、最強の姫が手にすると言われる力を横取りしようと、 狙っていた。そのため、一気に軍事力で風花学園を制圧し、姫の一層を図るが、学園長の風花真っ白は姫たちを結集して、シアーズ財団を撃退する。共通の敵を倒したことで、絆を深めた姫たちの前に、再び、なが現れる。なは、姫の目的は、王ファンと戦うことではなく、お互いのチャイルドを倒すために戦って、 最強の姫を選ぶことだと姫たちに通告する。姫たちの間で疑心暗鬼が生まれる中、真っ白と教師の杉浦緑は姫たち同士の争いをやめさせようとするが、一番地の介入もあって、それぞれの姫の気持ちに差ができてしまい、姫たちは互いに争うように仕向けられていく。わけあって、風花学園に転入することになった、盾の雄一。 男女共学の新しい生活に心を弾ませるが、いきなり学園名物、時葉舞と、旧花月の姫としての能力を使った、ド派手な千話喧嘩に巻き込まれる。この時舞犬とな月、二人の鍵と呼ばれる存在であることが分かり、学園長の風花誠汁から二風化学園に、はびこるオーファンと呼ばれる魔物を退治する、大王ファン部隊のメンバーに無理やり入れられてしまう。さらに、 本来入るはずだった、男子寮の自分の部屋を失い、やむなく、マイギヌとビブクロ命の部屋に居候することとなるが、その日の夜に、夏木が雄一を自分のマンションに拉致し、一文弱の末、夏木の部屋も吹き飛んだ結果、マイギヌと命の部屋に夏木も加わり4人で住むこととなった。太陽ファン部隊を快く思わない、生徒会執行部で姫野鈴城春川、 生徒会長の藤野しずるの協力のもと織姫隊と呼ばれる部隊を結成する。そのメンバーの中に、夏希が加わっていた。事前にしずるは夏希にある情報の提供の代わりに、織姫隊に加わるよう裏で工作をしていたのであった。対応ファンと織姫、負けた方が退学という争いへと発展する。結果、戦闘中の夏希の復帰等により、 織姫隊は、敗れ大学となるところであったが、真っ白の計らいにより、太陽ファン部隊へと組み込まれることとなった。季節は秋となり、シアーズ女学院から交流プログラムとして学園に編入した生徒の中に、雄一が風花学園に転入せざるを得なくなった事件の、被害者である、胸方志保が、夏希の前には死んだはずの母親が現れ、姫隊プリンセスの争いが始まる。 そこで、マイギノたちは、アリス・サシアーズの口からチャイルドが倒されるとどう、なるのかを知るのであった。風化の地で語られる、姫伝説を研究の途中で、行方不明になってしまった大学の恩師の意志を継ぐべく、自らも風化の地で、姫伝説を調べることとなった、主人公、高村教授。大学の研究の一環として、風花学園の古典臨時教師として赴任することとなった。 初日から、些細なトラブルにより、時浜前に、平手打ちをもらい、それを見た、旧が夏期から誤解を受け、教会で、親友、グリーヤと出会い、その日の夕方には師匠である、天が教授の一人娘、天が昨夜と再会、翌日の朝には、道端で倒れている、ビブクロ命に食べ物を与えたら、懐かれてしまうというハプニングの連続であった。そんな慌ただしい日々の中でも、 確実に、姫伝説の核心へと迫っていく。姫伝説とは何か行方不明となった恩師は詳細については、舞姫の登場人物を参照のこと。この作品の中心である姫は、以下の12人である。特に、時浜井、旧花月、美袋命の3人を中心として、物語は展開される。 風花学園側、シアーズ財団側、その他の、能力者風化学園中、旧対応ファン部隊は全員 C ランク。織姫隊に入れたのはシズルが、織姫隊結成条件として夏木、盾の入隊を条件としたため、シアーズ上学院作品内で名前では呼ばれていない。形状は、夏木のエレメントと同型。姫星その他の能力者アニメとは、馬海の設定が異なっているため、 または、ストーリー上の都合のためか、馬海が触媒ではない。発足説明ピクチャードラマ DVD 各館3話収録のピクチャードラマ、全26話。黒の舞、最後の晩餐2010年1月27日発売のブルーレイ版、舞、姫コンプリートに映像特典として、収録のヒロインメナで、神崎イとに、お仕置きをする3分の完全新作エピソード。 漫画版は、秋田書店の漫画雑誌、週刊少年チャンピオンの2004年8月19日発売号から2005年7月21日発売号にかけて連載された。原作はやたてはじめ、シナリオは木村登、作画は佐藤健越、監修は谷口五郎が担当。構成協力は吉野博之。単行本はすべて秋田書店より、 少年チャンピオンコミックスレーベルとして刊行された。単行本前後巻。漫画、マイヒメセンは、アスキーメディアワークスの漫画雑誌、月刊コミック電撃大王の2010年3月号から、同年10月号にかけて連載された。原作はやたてはじめ、シナリオは、鈴風涼作画は、皇帝龍が担当。単行本は、すべてアスキーメディアワークスより、 電撃コミックスレーベルとして刊行された。単行本前一巻。第1話ではアニメ版の姫全員が書かれているが、最終的に姫としての能力を見せたのは6人のみだった。プレイステーション2用ソフトとして、マーベラスインタラクティブより2005年6月30日に発売された。開発はサーカス。また、ベスト版が二千六年二月十三日に発売された。 アニメ版後半部の内容をさらにハードしたような内容で、ヒロインによっては、バッドエンドとも取れる内容がある。スタッフ主題歌舞姫運命の系統受詞ら2006年6月30日に、サーカスのサーカスメタルブランドより発売された、Windows 用ゲームソフト。完全版と銘打っており、p s 二版をベースに、遥か、ゆきのの CG と声他多数のイベント CG の追加、さらに、 シズル編、ヘキ ED、ナオ ED が収録された。声優陣に変更はなし。プレイステーションポータブル用ソフトとして2006年2月23日に発売された。それまでに2度発売延期になっている。運命の系統樹、運命の系統樹種らとは違い、対戦格闘ゲームになっており、アニメ版のストーリー、設定をそのまま踏襲した内容になっている。 シナリオモードは、食の祭りが始まる直前まで。2006年4月27日発売。風花学園劇当時にて未登場だった、しずる、ゆきの、しほ、ゆかりこ、23に加え、隠しキャラとして、ゆめぐありかが登場。さらにチャイルドを持たないにもかかわらず、はるかも登場する。前作のデータと連動が可能で、それは、ありか登場の条件でもある。 2004年4月から2005年3月まで、マイ・ヒメラジオ風化学園放送部が放送された。2004年4月から9月の間、同じ東京近郊エリアの2局で、同一のラジオ番組が放送されるという事態となった。また、2004年12月26日27時から29時の2時間、ラジオ大阪にて、DVD 発売を記念しての歌かたマイ・ヒメの特番が放送された。 パーソナリティは、歌方からは、本田洋子が、舞姫からは中原が務めた。ランティスから発売、キングレコードから販売、ラジオで放送されたドラマを、ドラマ CD 化したもの。舞姫運命の系統樹に関するカテゴリ舞姫運命の系統樹種らに関するカテゴリありがとうございます。